お待たせしました。そらそらです。はい、こんにちは。そらと申します。そらこさんという方が今日いらっしゃるんですか？僕はまあ、つかないんですけどね。そらという名前で、あちこちで歌わせていただいてます。今日はね、クリスマス、まだ遠いんですけど、クリスマスの曲をね、本当は用意してきたんですけども、まだちょっと早いのかな。ちょっと1曲目をとりあえず歌ってから考えようかなと思います。1曲目は僕のね曲なんですけど、夢娘と書いて夢子という曲なんですけども、まあ、ある程度ね皆さん年齢がいくと幼い頃ね心ってやっぱり残像というか残ってると思うんですよ、まあ、特に男性の方なんかはねよく少年の頃いつまでもね持ってるとかね言われたりしますけども、まあその少年の心が思えるのはやっぱり少女だったりするんですよね。年がいくほどそういう傾向が出てくるのかなという気がちょっとしたりします、ね、実際僕この譜面なんかもね本当はこのぐらいにやればいいんですけどね見えないんですよ。だんだんと離れてくるのがね不思議ですよね、年を経るごとに離れていくのは何でしょう、深いですね深いって自分で言ってどうするんだって感じですね。夢子です。夢の娘。って言われると悲しいんですよね聞きたいですって言われるとじゃあ行きますね。自分の言うのもなんですけどもね、このクリスマスフィガレパブルちょっとごめんなさい噛んじゃって投げやりになっちゃいました。クリスマスのねこの歌ストーリーがあるんですよ。でイメージしていただきたいのはね山下達郎 の、 クリスマスイブを使ってたJR のコマーシャルかなんかのシリーズが昔ありましたよね。あの辺のイメージとか、あとまあいろんな年齢の方いらっしゃると思うんですけども、まあ彼氏とか彼女とかね、昔若彼氏を待ち合わせした時のね、でその時代は携帯があった人とない人とやっぱいると思うので、その辺をちょっとね思い描いて聞いていただきたいと思いますね。それきらめきクリスマスという曲なんですけどもね、それを今日はやらせてください。きらめきクリスマス。幸せの場所はいつもの目と前、あなたの笑顔に会う
もちろんなんですけども、女性にね、こう聞いて、もらいたいなという感じです。風の香りっていうことですね。ように空の
はい、ありがとうございます。私は旅立つ。私を見送るあなたの拳は固く握られていた。その唇はかすかに人生って、言うとちょっとね大きなテーマを投げかけちゃうみたいですけど、選択の連続だと思うんですよ。各分岐点分岐点がね過去に無数にあったと思うんですよ。でその 選択してますか？アタックとかザブとか笑っていいのか何言ってんだこの親父みたいな感じですよねいいんです、その空気がまた大好きなんですけどね。で僕はちなみにアタックです。いや関係ないんですけども、でそのね選択の連続、もしねあの時あんなこと言わなかったら、でああいう行動を取ったら、であの一言を言ってたら、もう無数にある、もしその選択をしてた時にもうたくさん今現在この目に見えない空間にもう一つの、いや無数の自分がいると思うんですよね。それは永遠に覗くことができないんで、まあ今の自分を大事にするしかないですよね。いつ命が終わってしまうかわからない世の中ですけどね、まあ、そんな歌なんですけど、まあ、奇跡だと思うんですよね。良くも悪くも、満足してない方が多いと思います。僕なんかもね不満足の塊です。本当の自分はこうじゃなかった、なんていうんですか、こうありたかったっていうのがだんだんこう削られてきた面もあるし、これはこれでいいのかな、それを妥協と呼んでしまうのか、これは本来自分が、ね、天によって定められた、完全によって定められているだとすれば、完全に定められているんであれば完全に自由なんじゃないかなって気もちょっとしたりします。で、あなたへっていうところをね最後に聞いてください。昨日
果てるまでそっとしまったまま。ありがとうございます。